KCN 情報発信スタジオケイスター。さて今回のケイスターなんですけれども、夏特番後編ということで、先週に引き続きまして京都府南丹市のルリケイ温泉からお届けしたいと思います。いやー楽しんでおりますいや君ね、あのね、リラックスしすぎやねいか番組やってねえから頼むで、はい。まあ、先週のね分ご覧になった方はご存知かと思うんですけれども、私たちお風呂に入り、うん、美味しいものを食べ、うん、もう大満喫でございます。そうやね、うん、そしてこちらグランピング施設ね、はい、グラックスにやってまいりました。めっちゃいいんですよ。外でねバーベキューもできますし、しかもそれ準備しなくていいんですよ。すべてご用意してくださるんですよ最高。もう完全に近藤さん向きやね楽ちん楽ちん、すごいよな。ほんでなんか夜空見てさ、星も見て、ほんで最後はこのベッドで寝る、テント入って住んで寝るんですよ。しかもね、皆さんにはわからないんですけどね、ここね涼しいんですよ。冷房効いてるんです快適やで、ね、もうずっとここにいよう、ね、ドリンクのメニューもめっちゃありますよ。あとほんまに頼むやろで他もですね、あの僕ら2人以外にですね、七方兄弟、さらにはですね市川さん、そして新田さんと来てるんですけれども、うん、あの子らどうしてんだよな、ね、みんなそれぞれ楽しんでると思いますけど、すいません人の話聞いてやみんなどこにいるんですかね。そうなんですよ。なのでちょっとその辺まずはご覧いただきたいと思います。ではこの2人からです。僕たち広木市川チームはルリケイ釣り堀にいました。上げすぎ上げすぎ、あっ1匹目40センチぐらいの鯉釣れました。釣り勝負を挑みたいと思います。おお、ええやないか。勝負となったらこっちも負けてるわけにはいきません。はずで勝負。じゃあ、うん、釣り勝負、うん、スタート。スタートじゃ。あら、やばいぞ。やばいやばい、5分前やばい、5分前やばいって。うそー、釣れた？釣れてない。なんで。あー、来たよー、来たよ。うわ、マジかよ。助けて、おい助けて、一応助けて。ちょっと待て。あー、あこれどうなんの。せっかく釣れたんやけど、私がギュンって竿を上げすぎたからなんか暴れて落ちちゃってノーカウントらしいです。がっかり。落ち着け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 、ここでいい、ここでいい。やばいやばいやばい、ちょっと待って、何やっけこれ。3分、1分前、もうちょっと最後。結果発表。よ、ありがとうございます。ありがとうございます。シャウトありがとうございます。はい、いやいやいや、うん、20分の熱いバトルでございました。いや、なかなかいいデッドヒートで。本当にね。はい、いい戦いでした。どっちから行く？やっぱまあまあ、そりゃそうですね。私今日初日やから。初めてやから。釣り初めてやった人の成果。はい。発表いたします。はい。じゃん。市川真由。ゼロ引き。まあ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 、まあ。あ、初めてやから。初めてだから。あ、しゃあないしゃあない。それは私今日初めて竿も持ったし、そういうもそういうもね、餌もつけて、うん、ちょっとやっぱ調子乗りましたよね。しゃあないしゃあないしゃあない、挑んでしまおうと思って。でもよう頑張った、よう頑張った、うん、はい、ですよね、はい。じゃあ、うん、いよいよ、はい、土方兄弟ひろき、うん、結果発表をお願いします。ドン。申し訳ございませんでした。何何、ちょっと待って、申し訳ございませんでした。魚一回も見てないです今日、はい、マジで。だってツンツンってなんかほら下がったとか、そうツンツンってなって餌あげてただけ。あー、謝っとこっか。はい、申し訳ございませんでした。さあということで釣りは終わったんですけど、はい、通天湖の方にカヤックがあるということなんで、はい、あのカヤックでしたらあの結果ね、どうこうじゃないので、ね、行きましょう、早速行きましょう、はい、行きましょう行きましょう行きましょう。さて僕たち広木市川チームは通天湖カヤックを楽しみに来ました。
こちら3万5000平米の広さで1人乗りカヤックが5台、2人乗りカヤックが10台、9月24日までとなっております。一般の方は3000円なんですけれども、瑠璃渓温泉に泊まっている方、亀岡市南関市の方は500円オフ。流れがない湖なので安心安全、初心者でも楽しめますよ。予約は瑠璃渓温泉ホームページから。はい、ということで、はい、無事レクチャーも受け終わりまして、はい、カヤックは初めてですよ。初めて初めて、私もこれ初めてですので、ね、なかなか楽しみですよね、うん、本当に、はい、力加減とかわからへんし、いや、そうですよ、しっかり声合わせていこうね。うん、はい、はい、ということで頑張っていきましょう。お願いします。お願いします。お姉さん、え、これどないしたらいいの。左が1ね。左が1、これすごい、もう周りがさ、うん、この何木と水しかなくて、いや、そうやね、確かに寝れるね。まあでもちょっとこれを見てると、うん、さっきの釣りの苦い思い出も忘れれるかな。ね、ほんとすごい気持ちいい。え、鹿おる。どこに。一時方向や。どこよ。ほら、え、どこに。こう、え、あれどこ。いや、ほんまや、鹿や。鹿や。映ってます、鹿さん。うん、でもあかん、このままやったらブッシュ行く。やばい、バイバイ。1、バイバイ。ごめんね、食事中に。よし、すごいね、鹿っているんですよ。鹿いるよ、俺ら奈良公園にしかいない。奈良だけのもんちゃうからな。うん、こう自然豊かなところはいいじゃないの。ね、いいですよね。うん、ちょっと待って、バックしよう、バックしよう。これあかん、これはあかん。ちょっと待って、バックする。じっとしといてや、じっとしといてや。自転車でや、パドル離さないで。びっくりした。これ癒されるね、すごい気持ちいいね。気持ちいいわ、ほんまに。自然も楽しいし、いや、確かに、うん、こうやって水の上に浮いてまったりするのは。よろしゅうございます。一方その頃、僕たちアニアン新田チームはというと、さあ始まりました、ケースターのアクティブ王は誰だ、真夏のバギータイプアタックレース。勝者はアクティブ王の称号を手にし、敗者は自腹で視聴者の皆さんへのプレゼントを購入するということでしたよね。うん、それでは男アニアン魂のバギー勝負、ルーティーニッタの華麗なるタイムアタック、いざ勝負。はい、ニッタさん頑張ってや。頑張ります。タイムはバギーのスタッフの方に測っておいてもらおうかな。不正がない。はい、オーケー、頑張ります。はい、いってらっしゃい。行きます。お、さっきよりもなんか順調な滑り出しだね。さっきよりはいい感じで走ってるぞ。学習能力あり。うわ、来た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 。行きますよ、ここが一番怖いねんな。ててやっぱりガタガタは苦手や。あー、いやいや、わ、鹿いる、鹿いる、本物いる。バイバイ。苦手な坂やぞ。帰ってくるのか、イッタちゃんも帰ってくるのか。あー、帰ってきた、帰ってきた。危ない。お、謎のブレーキ、謎のブレーキ。タイムアタックレースなのに謎のブレーキ。意味のわからないブレーキが入ったぞ。ただいまー。よいしょ。はい、ただいまー。あー、終わった終わった。ゴール。ニッタちゃんのタイムはこれ。うわ、4分ですって。さっきね、10分近くかかってめっちゃ時間かかったんですけど、コツつかんだ。イエーイ、アニアさん頑張ってください。はい、イエーイ、スタート。早いんだな、早いからな。何分で帰ってくるかな。バギバギー、シャッフー。もう見えてきた。あ、もう戻ってきたんちゃうか。
うわ早い、アニアさん、わぁ、デコボコいった、おぉ、すごい、なんか似合いますね、デコボコ。ちゃうな。早い。おかえりなさーい。おかえりなさーい。あー。ほー。結果発表。はいはいはい、どうでした？アニアさんのタイムはこちら。じゃじゃん。ということは。ゲスタのアクティブ王は誰だ、真夏のバギータイムアタックレース、勝者はこのアニアさん。やったー、悔しい、悔しい、でもめっちゃ楽しかったです。楽しいな、はい、でこれ意外にやっぱお子さんとお父さんとかお母さんも一緒に乗れたりするから、はい、家族みんなで楽しめるアクティビティやな。やっと思います。しかもね、うん、あのコースの途中に鹿がいて、ああ自然にも触れ合える、素敵な、鹿めっちゃ応援してたけど全然遅かったで、うるさいな。さあさあさあ、ほら、はい、お土産を探して行きましょうよ。そうですね、向こうでございますよ。南端らしいもの探してきます。シュッ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 。私たちはお土産ショップを目指して瑠璃渓温泉本館へレッツゴー。どんな名産品に出会えるのか楽しみだぞ。いやー、旅先に来たらやっぱりこうお土産が欲しくなるから、本当に欲しくなってきます。何がいいかな、めっちゃ見たい、はい、めっちゃ渋い、美味しそう、こういうのがうまいねんな。あ、意外とね。およそ1000種類の品揃えを誇るお土産ショップ、地元園部や三山をはじめとする京都の名産品のほか、瑠璃渓温泉オリジナルの商品も数多くあります。半日かけてじっくり見たいですな。他にもパティシエの方が特別に仕上げたスイーツなどが並ぶコーナーや、京都の地酒が揃うコーナーもあります。おいしいものいっぱい、うれぴこということで、私が選んだのはじゃじゃーん、こちらです。瑠璃渓温泉オリジナルのサブレとタオルハンカチです。めっちゃ可愛いね。可愛いでしょ。瑠璃渓のオリジナルだよ。そうなんですよ。これは価値あるわ。お土産にぴったりです。ただ、はい、視聴者さんってプレゼントもらえればもらえるほど嬉しいから、はい、それは確かに。俺も選んだ。おお。この、うん、園部さんのお米と、うんイノシシカレー、うん、これをこれにかけて食べちゃってください。いいセットですね。全部ニッタちゃんのマネー。まあでも視聴者さんが喜んでくれるなら頑張って出しちゃいます。歯医者だもん。ということで、今回は私が選んだニッタセット、そしてアニアンが選んだアニアンセットをそれぞれ1名様にプレゼントいたします。ご応募はいつも通り K スターホームページのプレゼント応募フォームからお願いします。みんな待ってるよ。さて、私たち永井近藤の温泉チームは、さあこちらはランタンテラスです。いろんな種類の椅子があったり、皆さんそれぞれの時間を過ごされています。雑誌があったりね、ずらーっと漫画もたくさんあるんで、ほんとゆっくりそれぞれの個々の時間を過ごせますよね。でね、奥行くと半個室の部屋がたくさんあるんですよ。このね、しっかり下に入れるタイプもあれば、じゃじゃん、2階建てのお部屋もあったり、テレビもついてるから本当に1日ゆっくり過ごせますよね。奥にも結構数があるんで、それぞれゆっくり過ごせると。ちょっと見てください。ええ、何してんの。いやいや、大人の週末読んでて。いやおもろいねんて。せやけどさ、ここリラックスできるな。もうなんか心身ともにリフレッシュするわ。ですよね、うん、そんな永井さんにおすすめのもの向こうで見つけたんで行きませんか。いや、せやけどここずっと降りたいんやけどな。リフレッシュできると思うけどな。行く。行きましょう。 OK。
ゃあ永井さんにお勧めしたいのはこちらでございます。こちら、はい、なんと下がですね足つぼマッサージになってるんですよ。これ足つぼマッサージになってるの、はい、長いな。しかも、まあ、永井さんね走られてるから普段からね健康的だと思うんですけれども、はい、足の裏から刺激を与えてより健康でいていただけるようにこちらをお通りくださいませ。なるほど。私もね毎日ジョギングしてますから。そうですね、健康ですから、はいはい、これはもう余裕で全然いかないと思います。レッツゴー。 OK、 じゃあ行くよ。はい、はい、ほら全然いたないわこれ。入ってください。余裕です、余裕です。入ってください。もうなんで気持ちいいぐらいですけどね、はい、だん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 ねこれね。あ、痛い痛い痛い。入ってください永井さん。痛い痛い。入ってください。痛い痛い痛い。押すな押すな押すな。痛い痛い痛い。もう分かってこれ痛い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 。こちらですね、足が痛いっていうことは足の裏に老廃物が溜まってるっていうことですよ。喋られ進んでやよ。喋られ。いやいや押すなやもう。押すな。痛い痛い痛い。余裕でしたね。どこがやねん。足の底からすっきりしましたね。あの押したやろ。押してない。いやめっちゃ押したって。押すわけないじゃないですか。あんた日頃の恨みすごかったで。押すわけないじゃないですか。いやいやそれよりね、うん、あなたあの KCN ランタンの今西さんにいいお風呂あるって聞いてなかった？あ、聞いてました。ああ行きましょう。行く。わかりました。行きましょう。ほらほら押したやろ。押してない。押したって。ここも通れますよ。ちょっとちょっとこれ何？酵素浴です。酵素浴、うん、これな砂、これはですね、うん、ちくまさん何でしたっけ。約5000種の酵素に米ぬかが配合されてます。え、米ぬかが配合されてるの、はい、これは効能はどういう効能なんですか？新陳代謝が促進して美肌効果とか、うん、デトックス効果が期待されます。やったー、そういうの効果は良かった。肝臓どうな、はい、もう汗だくです。それもう見てたらすごいね。これね、あの入ってすぐかけてもらった時熱っと思ったんですけど、うん、慣れますし、うん、この米ぬか具合がほわほわしてて、うん、気持ちいいです。そうですか。きな粉に埋まってるみたい。うわそう、もう見た目きな粉やもんな、うん、でもあと顔は力士っぽいよ。ありがとうございます。汗だくやから分かった。しかもこれめっちゃ熱いんですけど、うんうん、ヒーターじゃないんですよね。はい、もう自然に自然で沸かすね、はい、いやそれやったらほんまええね、悪いものがどんどん出そうなね、はい、感じがしますよ。暑いです。すごい、もうみるみる汗出てるよな。美肌になれえ。よし、そしたら私ももう一度風呂入ってくるわ、はい、こんなんになろう。ぜひぜひ。暑い暑いよ。この下真っ端なんでこれどけないと出れません。私たち二人が街を散策しながら出会った皆さんとお友達になるホンデミーゴー。ホンデミーゴとは奈良の言葉で、それでねという意味のホンデミーに友達という意味のアミーゴを合わせた言葉なんです。簡単に言うと奈良のお友達、ホンデミーゴではお友達になってもらうための魔法の合言葉です。何が起こるかわからない30分、今週の放送はこちら。皆さんぜひご覧ください。いやーほんまにいいやね。気持ちいいですね。ここの、なんか通風とか湯町にも効能あるらしいですよ。そう、まあ二つとも関係ないけどね。指分ですよね。そうやね、やっぱり生活なんでやねん。なんでやねん。なんで、まあでも極楽やわやっぱりな。ねえ、気持ちいい。おい、あの肉たらしい二人見てみ。あんなとこでゆっくり風呂入ってケツかるぞ。おい、こっちは炎天下の中、汗ぐっしょりですよ。自分たち選んだやろ。自分で行ったんよ。どうも、ペコペコです。もうな、もうやっぱりね、みんなが集まったら必ずブー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 言うと思ってたから、うん、ちゃんとこの後、すごいご飯用意してます、うん、当たり前だ。何？正しい、5人分。あら、何かが起こる。何が起こる。さあ場所を移動いたしまして、高原バーベキュー場にやってまいりました。兄さん、先ほどは失礼なこと言って申し訳ございませんでした。調子ええな。ありがとうございます。それでは皆さんで乾杯しますよ。乾杯。はい、どうぞ。ありがとうな、ほんまにみんな。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。本当に俺のために集まってくれて。いやいや、長井さんのためな、これ誕生日会ちゃうねんから。めっちゃ美味しいやん。うわうわうわ、しみるやん、ほんまに。市川さんどうですか、はいはい、もうこれで60年迎えて、うん、まあ5年半ぐらい経ちましたけど、振り返って、はいはい、ここ最
近は歌のお姉さんみたいな形でやらせていただいてきて、まあ、これからもいろんな歌を届けて番を盛り上げていきたいなって、あの言ってて歌うまいよな。そう、いつも日本に。じゃあお待たせいたしました、6周年の歌でペースは夏の特番1曲どうぞ。なんかあるの、あったか。それさっき言うといてくれよ。いやいや、誰がさっきでそんなもん。降格。え、ゆりちゃんさんどう、はい、6年振り返って。振り返って、うん、私お正月特番で顔に墨で絵を描かれたのがありまして、あれがものすごく印象に残ってて、ね、あの変なにいったちゃんとかじゃん。であれお父さん、変にいったちゃんのお父さんなんか泊まり込んできたから、ね、あのちゃちゃぶちぶちが変じゃないちょちょ、はい、そんな可愛くちゃうやろ、もうちょっとお前派手に。それじゃあいきましょう、3、2、1どうぞ、はい、まさかここで変なにいったちゃんだからやっぱあのメイクした方がいいね。スタッフさんがあまりにもかわいそうやと思ってくれはったみたいで、ビューティーっていうのが出来上がった。ビューティーに行ったやつ、180度のボーターや。変なニッタちゃんとかええよな。まあでもやっぱりな、6年振り返って一番失敗したのは土方兄弟やんな。1回だけちょっとだけ遅刻しました。1回だけちゃうねん、お前何回もやってんねん。いやでもやっぱりあの失敗があったからこそみんなもね、なんか一致団結してアニアンを盛り立てるみたいな。何もおもろいことあらへんがな。あとあれやんが、一番前なんていうの、奈良マラソンや。まあそうっすね、これは一番大きいで、はい、まあ我々ね、彩香ちゃんとの中継地点で、うん、ね、待ってたよね、待ってたですね、うん、で1回目はね、うん、会えたんやね、うん、2回目は会えず、はいはい、まあ、2回目は7キロしか走れませんでしたからね、はい、あれから僕1回もスタッフさんに口聞いてもらってないよ。 42.195 キロで7キロやで、いやほんまに。しかも1回目チャレンジした時は33キロで、はい、足しても42キロいってないからね。いやそうなんすよ。なんや、今回は弟が挽回しますから、だから結局兄貴の尻拭くのは弟ですから。いやごめんな、その前に謝れ、はい、ごめん、いや、いや、ごめんやで、ね、ほんまに。まあもう今回ね、もうリベンジで、はい、そうですよ、ほんまに。今だいぶ走ってんの。いやまあ練習はね一応してますよ、その自分が楽しいと思える範囲でですけどね。だからなんとかうんうんうんちゃうねん。胸張って頑張れてるか。いや頑張れてるよ。お前じゃお前じゃさすがに土方兄弟で3回目ミスすることはできないですからね。いやそのプレッシャーもちょっと僕は感じてるんですよ、はい、あのさっき特番の思い出も言ってたけど、大人の体力測定で持久力一番なかった僕なんですよ。あ、まあ、あの時ね、皆さん思い返していただきたいです。僕走るのむちゃくちゃ嫌いですから。へちょへちょでしたね。そうなんですよ。その僕がちょっと頑張らなあかんということでプレッシャーも感じてます。さあということで、まあこうやってねいろいろお話をしてまいりましたけれども、はい、もう、いよいよ6周年迎えましたけども、はい、今後ちょっとこの番組の抱負を一人ずつ語っていただきたいと思います。はい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 、じゃあまずは新田さんからいきましょうか、はい、ありがとうございます。6年目にしてまだ未だに永井さんに声がちっちゃいと言われるのであの大きな声で元気よく楽しくレポートしてまいります。それ6年目6年目で言うことちゃうで。君この世界1年目6年目遅いな。わかりました、頑張ってくださいよ。市川さんどうですか。はい、私ねちょっと最近あのおかんキャラっていうかおばちゃんキャラが濃すぎてるなと思って、もっとフレッシュに若々しいリポートを届けられるようにできたらいいね。こっち見てあなた。ちょっとごめんな。いや私だけじゃない、スタッフは全員ポカーンとしてだってもう今の喋り方にフレッシュさないよ。私はって言ってどこの大女優か思ったもん。どこがフレッシュやね。頑張ります。はい、土方兄弟どうぞ。はい、あの弟から先言ってる。そうですね、僕はやっぱさっきも言いましたけど、うん、この中継もしっかりロケも頑張りつつ、うん、やっぱり奈良マラソンしっかり土方兄弟を背負って完走、うん、したいと思います、うん、はい、それはしっかり僕はやりたいと思います。わかりました。なるほど。やっぱ僕はその番組のね、その収録とかの後にも永井さんがいつも僕のこと読んで、あの今日もちょっといろいろ言ったけど君はいいとこしかないからこれからも伸びしろだらけだから頑張ってって僕の背中いつもさすってくれる。そうなん、うん、そうです。だから永井さん僕のこともうほんま自分の子供みたいに思ってるから、僕はやっぱりあの養子としてねこれから頑張っていきたいと思っております。あの嘘つく人ってよう喋りますからね。こんだけの文字数よう喋ったでしょ。クレームはやめてください、はいはい、クレームは個人の SNS で。あ、それもやめてください。はい、怖いやつやからな。怖いやつ。一つだけ言うて、はい、おもろいな。ありがとうございます。褒め褒めた。
じゃあうちのアシスタントの、はい、近藤さん、はい、というか影のメインですけど、はい、近藤さんどうですか。いやでもあの6年本当にあのやらせていただいて、奈良マラソンとかそういう大きな大会はもちろん楽しいのもあるんですけど、今まで知らんかったいろんなイベントとかお祭りごとが奈良にめちゃくちゃたくさんあるっていうのを知って、なんかこれからもっともっといろんなものを知っていきたいし、なんかその面白いことをもっとあの視聴者の方に届けられたらいいなと思っておりますし、それ終わった後みんなでこうやってまた一緒に乾杯をしたいなと思っております。はい、わかりました。これが言いたかった。そうやな。いやいやいや、お前の代弁者みたいにならへんねん。お前途中でちょっと虫にも襲われてたし、かわいそうに。せっかくええこと言ってくれてんのに誰か俺に触れっちゅう。以上です。いやいや違うわ、以上です。自分から言うの恥ずかしいから誰か振ってえな。乾杯。いや乾杯。違うわ。永井さんはいかがですか。私はですね、まあ、とりあえずですね、あの個人的な抱負としては今年奈良マラソン 3.5、 3時間半を目指して、うん、あとはですね個人的やな、ちゃうやるぞみたいな。あとね、奈良検定、まあ、いよいよ最終段階のマホロバソムリエ、来年挑戦してなんとか受かりたい。でもまあ全体的にはやっぱりね、まあ、こうやって夏の特番楽しく迎えれたし、来年も夏の特番同じメンバーで一番やりたいなと、そうですごく思ってます。あ、ごめんなさい、これいらんわ。あんなに褒めてたのにさっき手のひらがいい。まあでも後でまた嘘やでさあということで今回は夏の特番でしたが、レギュラー放送は8月29日からとなっておりますので、皆さん引き続きこの後もご覧いただきたいと思います、はい、さあそれではこの後は BBQ バーベキューをご用意しておりますので、この後美味しく食べたいなと思います、でもその前に一応あのポーズで締めましょう、はい、いやそりゃそうですよ、一応じゃないですよ。坂井さんもう固いこと言わずに、いやそうだやろうや、そんななんでよ。飲み物ちゃんと置いてよ。それではみんなでやりますよ。行きますよ、はい、はい、行くよ、はい、それでは参りましょう。 KCN 情報発信スタジオ、ケイサー。永井さん、今年もお疲れ様でした。近藤さんもお疲れ様でした。いやー、どんな旅になるかと思ったんやけどね、賑やかで楽しかったね。いやー、肉は美味しいし楽しかったし、来年はどんな特番になるんやろな、これも楽しみでたまりまへんな。お天気にも恵まれて、いっぱい体も動かして、美味しいご飯も食べて大満足の一日でした。魚も釣れたし、カヤック乗れたし、あー幸せな特番だった。肉はうまい、みんなの笑顔を見ながら食う肉はうまい。神様ありがとう。先からすごく綺麗な風景が流れてるんですけど、これは何ですか。実はね、これね、我々がお邪魔した瑠璃渓温泉のライトアップの様子なんですね。なんとこちら一年中楽しめるナイトスポットになってるんですね。へえ、いや美しいですね。私たちもね、このライトアップのようにこれからもキラキラと輝き続けていこうじゃないですか。うまいこと言うたと思ってすごいドヤ顔です。言いましたあれあれ、あの KCN なんてあの今にしちゃんちゃう。ほんまや、品川さんもおるやん。ではそろそろお別れのお時間ですね。はい、まだまだ残暑が厳しいので、テレビの前の皆様も体調にはくれぐれもご注意くださいね。それではさようなら。